カラーレスグリーンアイディアズスリープフュリアスリーの公文記。詳細には、X バーリロンによる構造。カラーレスグリーンアイディアズスリープフュリアスリーは、ノーム・チョムスキーによる例文であり、言語学的な観点から、公文的には正しい、すなわち言語学の専門用語で言う、非文ではない、にもかかわらず、意味的には、意味をなさないというような文の例として提示された。 チョムスキーが初めてこれを書いたのは1955年の論文、言語理論の論理構造であり、1957年刊行の著書、当時構造論でも用いられた。前述のような特徴から、統語論と意味論との境界をあらわにするという、性質を持った文であるとして、言語学などで扱われる。カテゴリー錯誤の一例として、 当時有力だった統計的モデルへの疑問を示し、より体系的なモデルの必要性を示すために使われた。チョムスキーは、下記のようにこの例を用いた。カラーレスグリーンアイディアズスリープフューリアスリー、フューアリアスリースリープアイディアズグリーンカラーレス、It is fair to assume that neither sentence n o no.Indeed any part of these sentences has ever オカードインアンイングリッシュディスコース、hence, イミュニスタティスティカルモデルフォーグラマティクルネス。These sentences will be ruled out on identical.Grounds are the equality remote from English.Yet, though non-sensical, is grammatical, while is not grammatical. 主役、色なき緑の考えが猛烈に眠る。猛烈に眠る考え緑の色なき。文もも。 英語の談話にかつて現れたことはないと仮定することは妥当であろう。ゆえに、いかなる文法的正しさについての統計的モデルのもとでも、この二文は同一の根拠に基づいて英語から同じくらい離れているものとされ、許容されない。にもかかわらず、文は意味をなさないものの文法的であり、一方で文は文法的でない。この文が無意味であることが、 チョムスキーの論点の基盤だと思われがちであるが、そうではなく、どちらの文もかつて一度も、具体的には存在していないことを当てにしているのである。また、誰かが適当で、無理のない意味を与えようとも、あるいは、この表現を単独もしくは何かと組み合わせて、誰かが口にするのは初めてであっても、そういったこととは、無関係に、この二つの例の片方は、 公文的にあり得る文であり、もう片方は公文的にあり得ない非文であるということは明らかである。そしてこれは人間の発話が語の連続の統計といった表面的な統計的モデルに基づくという見解への判例に用いられた。ただしこれはチョムスキーがコーパスを無視している、あるいは無用としているということでもない。 カラーレスグリーンアイディアズスリープフュリアスリーという文が、生成文法の観点から非文ではないということも、また、軸的に全く同じ文が、具体的、直接的には、過去に存在していなくても、間接的には、同様な品種の並びによる文が過去に多数、存在していることが、英語の文法の結局は根拠だからである。つまり、技術的には、 それを扱うには品種などの情報が付加された、いわゆるタグ付きコーパスがいる。この文は、多義性を通じて解釈し得る。グリーンもカラーレスも、比喩的な意味を持ち、カラーレスを、地味な、グリーンを、未熟なとの意味で受け取ることが可能である。その結果、特徴のない幼稚な考えは、暴力的な悪夢を持つと解釈でき、比較的わかりやすくなる。特にグリーンを、 できたばかりの、として、スリープを、比喩的に、精神もしくは言葉の休眠として捉えると、論理的な意味も持ち得る。出来立ての平凡な思いつきを、腹立たしくは言い表せないという文が同義となろう。文脈を通じてこの文に意味を与えようとさっカーは、試みてきた。この文を成り立たせる文脈を最初に作ったのは、 中国人言語学者の超元人である。1985年には、スタンフォード大学で、文学コンテストが開催され、出場者は100語以内の3文化もしくは14行の陰文を使って、チョムスキーの文に意味を与えることが求められた。以下に挙げるものは、CM ストリートによる出場作品例である。ペンシルバニア大学のフェルナンド・ペレーラはチョムスキーが、 設定したような単語頻度を統計モデルとして仮定して議論するのは統計モデルの側を単純化しすぎていて非現実的だとしより反華能力のある潜在変数付きのモデルを用いればフュアリアスリースリープアイディアズグリーンカラーレスがカラーレスグリーンアイディアズスリープフュリアスリーと比べおよそ20万倍現れにくいことを新聞コーパスによる実験を通じて示した この統計モデルは類似度測定基準を定義し、その基準により、ある点でコーパス内の分に比較的類似した分は、より類似度が低い分よりも高い値が代入される。ペレーラのモデルは同じ分でも、統合的に正しい形より非分法的なものにより、低い可能性を割り当てた。このことから、統計モデルは、 文法性の特質を最低限の言語学的過程で記憶させることが可能であると証明した。しかし、あらゆる非文法的な文に、あらゆる文法的な文に比べて低い可能性を割り当てるかは不明である。つまり、カラールスグリーンアイディアズスリープフュリアスリーは、依然として統計上他の非文法的な文と比べ、英語から離れている可能性がある。これについて、 すべての英語の文法的な文と非文法的な文を区別することのできる文法理論は現時点では存在しない。この文よりも古い同じような例文が少なくとも一つ、おそらくもっと多く存在する。先駆的フランス人統合論者のルシアン・テニエールは、レ・サイレンス・バーテブラル・インディスポーズ・ラ・ボイル・ディ・シットというフランス語の文を考案した。優美な芝居ゲームは、 無意味な文を生成する方法である。この名前は、最初に作られたフランス語の文レカダブルエクスクイス、ボイラ・ールビン・ヌルボーに由来する。広く普及しているゲームのマドリブでは、選ばれたプレイヤーは、他のプレイヤーに文脈の情報は与えずに品詞を上げてもらう。その言葉はあらかじめ作られていた文に挿入される。その文は、正しい文法構造を備えているが、 部分的に語が抜けている。このゲームの面白さは、文法的だが意味がなかったり、馬鹿げていたり、曖昧であったりする文を作り出すところにある。しばしばこのゲームでは、ダブルミーニングも出来上がる。この文に似た、より古い例があるのは、疑いがなく、ことによると、言語文学の哲学から存在するかもしれない。だが焦点が、主に際どい事例だったことを考慮すると、 必ずしも論争にならないものではない。例えば論理実証主義者は、刑事上学的な発言は断じて、無意味であると考えた。例えば、ルドルフ・カルナップは、自身の論説で、マルティン・ハイデッガーの著作のほぼ全ての文は、文法的には正しいけれども、無意味だと論じた。当然ながら、論理実証主義者でない哲学者の幾人かは、 この考えに異議を唱えた。哲学者、バートランド・ラッセルは同様の主張をすべく、クアドラプリシティ・ドリンクス・プロクラスティネーションという文を使った。ウィラード・バン・オーマンクワインはラッセルに反論した。ある文が偽であることはその文が死んでないに過ぎず、余衛性は何も飲まないため、無意味なのではなく単に偽であることが理由である。ジョン・ホランダーは、 ジチョザ・ナイト・ミラーの中で、コイルド・アリザリンという名の詩を書いている。その詩は、チョムスキーの文で終わる。クライブ・ジェームズは、ジチョ・アザー・パスポーツ、ポエムズ1958から1985の中で、A ライン &A テーマフロム、ノアム・チョムスキーと題した詩を書いた。チョムスキーの2番目の無意味な文で始まり、ベトナム戦争を論じている。 別のアプローチとして、統合論的に正しく容易に公文を解析できる、文をナンセンスな語を用いて作り出す方法がある。広く知られた例に、ゴスタクは、ドッシュをディスティムするがある。文学効果を狙ったものであるが、ルイス・キャロルのジャバオックの詩もこの手法を使っていることで、有名である。ロシアの言語学の文脈では、グローカやクーズドラの例も知られている。 古い日本の例としては、万葉集に、輪木も子が額に生浸たるスゴろくのお牛の蔵の上の草、我がセコが、徳花にする宴石の吉野の山に火をぞ下がれるという、歌がある。これは、ナンセンスな歌を作った者に褒美を与えるという、トネリ神皇の命令に対して、大トネリアベアソンコソフという人物が献上したもので、ある。文法上も、和歌の形式上も問題なく正しいが、 ナンセンスである。その他の議論の余地のある、無意味な発話、としては、意味をなし文法的でもあるが、実世界の現状に支持内容が存在しないような、ものがある。フランス国王はハゲ頭だのような文である。それは今日、フランスに、国王は存在しないからである。ありがとうございます。